ジェムテクスペシャルドラゴンズ優流突進宣言。チーム最多登板の藤島投手が1分間の質問チャレンジ、よーい、子供の頃憧れていた選手は？高橋由伸選手。野球以外で得意なスポーツは？球技全般いけます。自分の一番の長所は？明るさ。一番仲のいいチームメイトは？最近は優吾と一緒にいますね。好きな芸能人は？中山筋肉。行ってみたい国は？うわー、イタリア。学生時代好きだった教科は？体育。地元のおすすめスポットは？あんまあれだな、わかんねえな、どこやろう。駅前ぐらいじゃないですか。両親から教えてもらった大事なことは？特に自由に育てられました。人生をやり直せるとしたらいつからやり直す？やり直したくないです。自分を動物に例えると？うわ難しい、なんだろう、なんすかね、猿？もし特殊能力がもらえるとしたら？空飛びたいです。上で1分です。わー、球技全般はいけましたね。でもやっぱりいけたっていうか、勉強ができなかったんで、どうしてもやっぱね、体育で内申点を稼がないといけなかった。必死にやってました。あとね、意外にね、あの音楽と美術も得意なんです僕。あ、そうなん。小学校6年生までピアノやってましたし、僕絵の教室にも通ってたんです。主要3教科で内申点取れないんで、体育音楽美術で554ぐらい稼いでフラットにしたらオール3みたいな。それもうあんま強調しなくて同級生で元気ドラフトで入ってきて、まあ、同じ中継ぎってポジションですし、結構一緒にいますね。もうこれは夢にも出てくるぐらい結構空飛びたい。まず移動が楽。確かに現実的ですね、瞬間移動はでもつまんないです。周りのこう景色を見回しながらこう移動したら気持ちいいなと思います。瞬間移動は僕の中ではないです。ホームラン1本打たれたと思うんですけど、多分1本だけだと思うんですけど、その1本がすごい大事な。ジェムテクスペシャルドラゴンズ優流突進宣言。去年チーム最多の56試合に登板した藤島健人投手、どんな場面でも登板し28試合連続無失点を記録するなど、防御率は驚異の 1.07 をマークしました。そんな藤島投手が目指す数字とは？はい、ゼロ、被弾ゼロ、ホームランゼロ。去年ホームラン1本打たれたと思うんです。多分1本だけだと思うんですけど、その1本がすごい大事な1本だったんですね。ホームランだけはダメなところでホームランを打たれてしまったっていうのがあって、それで、先発の方のその時は確か松葉さんだと思うんですけど、勝ちを消してしまったので、そういう痛いところでのホームラン、そしてシーズン通してホームランはちょっとゼロにしたいっていう。その対戦する方のこうやっぱ得意ゾーンとかをミーティングとかでしっかり頭の中に入れておいて、あれこれ考えてしまうと、ちょっとね、なかなかいい結果にならないことが多いので、これだけはダメだということだけはしっかり頭に入れて投げるってことぐらいですかね。いつでもどこでも出てこさせてもらえるように今年も頑張るので、またあいつ投げてるなぐらいの感じで見てほしいですね。それでいうと去年はキャリアハイの56試合、飛ばされてましたけど、60なんてところも見てたんです。それは投げれたらいいに越したことないんですけど、まずは任された1試合をしっかり投げきれるって感じですね。藤島健人の優流突進宣言。今年は、チームの優勝に貢献できるようにホームランゼロ、打たれたホームランゼロ目指して頑張ります。